こんにちは。主任プリン将軍ユムニだということで、兵士今日はどこにだ、ここは将軍様後ろ、鹿がいるにで鹿がめっちゃ、まあ、日本には、あの鹿にせんべいを与えるという文化があるみたいですので。なるほど。あとめっちゃ見てるにで、めちゃくちゃ見てるじゃん、あいつ。はよせっていう顔してるじゃん、あいつ。よこせってことです、まあ今飢えてるにだでね、しかも観光客全然いないにだでね。買いに行くにだ。はい、旅行ですね。はい、ありがとうございます。あ、お腹空いてるんですか。お腹、これこれ大丈夫ですよね。これ危ない、これこれどこまでかんのあ、将軍様、将軍様やばいっすね。あ、将軍様やばいっすね。あ、一回投げることによってちょっと回避できますね。将軍様、もうちょっと頑張れるんだったらあそこのまっすぐ行くと団体様いますよ。全員ついてくるのか。無理ない範囲で。なくなる？あっちに投げよう。ない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 。まずい。ということで、今日はね、100枚鹿せんべい配ったんだよ。兵士これ、噛むよこれ。はい。危ないんだよこいつら。腹減ってるんで。めっちゃやってくれるんだよ。これ、もう寄ってきてるもん。だってほら、綱あるもん。ということでね、まあ、飢えてるんで、みんなの奈良に来た時はね、いっぱい鹿せんべいあげてくれにだ。以上、プリン将軍でした。万歳。I think...